パーチはアメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻艦名はペルカカの淡水魚、パーチにちなんで命名された。派生して、淡水、海水を問わず、鈴木目の複数種にまたがって呼ばれる種も多い。その名を持つ艦としてはパーチに続いて二隻目。 ヨーロピアンパーチ、イエローパーチ、ナイルパーチ、パーチは1943年1月5日に、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1943年9月12日に、デビッド・エイ・ハート夫人によって、命名、浸水し、1944年1月7日に、艦長ブライシュシーヒルズ少佐の指揮下収益する。成長後、パーチは、 艦隊音教学校での訓練任務に従事し、1944年2月19日にフロリダ州キーウェストを出港、4月3日に新珠湾に到着した。4月28日、パーチは最初の紹介でピーとピクーダとウルフパックを構成し、ルソン海峡、南シナ海方面に向かった。ミッドウェイ島を経由した後、ショ小クに到着。 この頃のパーチなどがいた海域は絶好の狩り場となりつつあった。5月24日、パーチは一隻の護衛艦を伴った中型のタンカーを攻撃し、魚雷を4本発射。命中音を聴取した。しかし、護衛艦が反撃に出て十分な観測ができなかった。また、続く爆雷攻撃で気圧室を損傷したためパーチは、紹介を打ち切って基地に戻ることとなった。 6月4日、パーチは35日間の行動を終えて、マジュロに帰祷した。6月27日、パーチは2回目の紹介で、フィリピン、スリガオ海峡方面に向かった。7月29日に、北緯10度46分統計127度13分、北緯10.767度統計127.217度、10.767127.217の、 ディナガット島東方海上で異号館のオンマルを撃沈した。8月26日、パーチは59日間の行動を終えて真珠湾に帰還した。9月19日、パーチは3回目の紹介で東、シナ海及び航海に向かった。ミッドウェイ島でエスカラー、クローカーとウルフパックを組んだ後、ショー区に向かって航行していたが、次第に再選入艦である。 エスカラーとは連絡が取れなくなっていった。10月17日に更新をした後、エスカラーの消息は途絶えた。その後は日本本土空襲を開始した B-29 に対する支援に従事する一方、10月26日には大型船と護衛艦を発見して2度にわたる攻撃を行ったが成功しなかった。11月8日、 パーチは48日間の行動を終えてサイパン島に帰島した。その後ブリスベンに開港され、次の紹介に備えてダーウィンに進出し、12月28日に到着した。12月29日、パーチは4回目の紹介で南シナ海に向かった。バラバク海峡を越えて海南島沖からシンガポール方面まで広く紹介したものの、 敵艦を発見することはなかった。1945年2月19日、パーチは59日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。3月12日、パーチは5回目の紹介でボルネオ島方面に向かった。この紹介でパーチは特殊任務に就いた。パーチは11名のオーストラリア陸軍兵士をバリクタパ,パン近辺の海岸に上陸させ、 地形偵察の手助けをした。幾度かの活動の後、3月22日に兵士を撤収させる段になったが、この時、南易01度03分時計117度20分、南位1.050度時計117.333度、マイナス1.050117.333の地点で300トンクラスの小型沿岸貨物船と、 目された第463号交通船が、パーチの退路を塞ぐように出現し、パーチは、これと交戦して、撃沈、兵士を収容した後にその場を立ち去った。3月30日、パーチは10日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島艦長が、チャールズ D ・マッカルに変わった。4月15日、パーチは6回目の紹介で、ジャワ海を経て、南シナ海に向かった。 4月26日、パーチは、ボルネオ島北部の沿岸で2隻の船舶からなる、醤油創船団を発見したが、相手の護衛艦に探知され、2時間もの間、爆雷攻撃を受けた。しかし、この爆雷攻撃による損害はなかった。その後、パーチは、海南東沖を経て、東に向かった。6月5日、パーチは53日間の行動を終えて、 真珠湾に帰還した。7月11日、パーチは7回目の紹介で日本近海に向かった。サイパン島を経由したアートショークに到着したパーチは第38任務部隊などに対する支援に従事した。8月13日、パーチは日本の沿岸部から3キロ離れた場所で富士着水した F4 ユーコルセアのパイロットを救助した後、 近くにいた漁船などに対して射撃しコレラを追っ払った。その直後、この場から約8キロ離れたところに着水した、同じ戦闘機中隊のパイロットも救助した。パーチは2日後の終戦を洋上で迎えた。8月20日、パーチは47日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島した。パーチは8月21日にアプラ港を出港し、 8月30日に到着。その後、ゴールデンゲートブリッジを通過して9月8日に、ハンターズポイント海軍造船所に到着した。1947年1月に予備役となった後、1948年1月19日、パーチは SSP-313 に艦首変更され、 活性化の後太平洋艦隊に配属されることとなり、メアアイランド海軍造船所で整備された後、1948年5月20日に、艦長、OH ペイン少佐の指揮火災収益した。1949年を通してパーチは、様々な兵員及び貨物輸送演習に参加した。1950年1月31日、アスプマイナス313に、 艦首変更される。この年の6月に朝鮮戦争が勃発。9月、パーチはイギリス軍のコマンド部隊を北朝鮮の橋側に上陸させる。部隊の目標は北朝鮮軍の補給路を分断するため鉄道トンネルを破壊することであった。この戦闘で1名が死亡し水槽された。艦長の RD クイーン少佐は作戦の功績で ブロンズスターメダルを受賞し、朝鮮戦争において、ブロンズスターメダルを受賞した、唯一の潜水艦長となった。北極海で1952、53、1951年8月から1952年3月まで、パーチは、メアイランド海軍造船所で、オーバーホールが行われた。1952年から54年までアラスカを呼び、 ハワイ海域での訓練に従事し、1955年1月に西太平洋への巡航を行う。太平洋では、伊王島及び小笠原諸島で偵察活動を行った。極東への巡航と巡航の間には、サンディエゴ海域で定期訓練及び揚陸演習に従事した。その最中の1956年10月24日に、パーチは、 アプスマイナス313に再び監視変更される。11月5日にサンディエゴを出港し、パナマ運河地帯での偵察演習に10時12月11日に帰還した。1957年末にはサンディエゴからハワイ、アラスカへと偵察巡航を行い、1958年と59年の大半はサンディエゴ海域で、 海兵隊及び水中破壊部隊と共に、揚陸訓練に従事する。1959年12月、パーチは、サンディエゴを出港し、1960年3月31日に、退役カリフォルニア州バレーホの太平洋予備役艦隊、メアアイランドグループで保管される。パーチは1961年11月11日に、艦長、 CH ヘッジペス少佐の指揮火災収益史、1962年を通して、西海岸及び、ハワイ海域で訓練に従事した。1963年3月に、新たな母港のフィリピンのスービック湾に到着する。パーチの任務は、海兵隊、特別部隊及び水中破壊部隊の隊員に対する、偵察訓練及び、他国の部隊に対する訓練であった。 1964年5月、6月に、ミンドロ島への巡航を行い、イギリス軍のコマンド部隊に訓練を行う。7月、8月は、香港、歩行市、横須賀、沖縄を訪問した。翌1965年3月及び4月には、演習、ジャングルドラム3に参加し、シャムワンから、マレー半島に75名の海兵隊偵察部隊を、上陸させる。 同年8月から9月にかけては、ベトナム戦争の作戦地帯において、捜索救助作戦に従事した。11月から12月にかけて、ダガートラスト作戦の一環として、南ベトナムの海岸に二度の上陸を行う。1966年1月は、ダブルイーグル作戦において、偵察任務のため水中破壊部隊を南ベトナムの海岸に上陸させた。 その後アメリカ軍及びフィリピン軍の水中破壊部隊を訓練するためレガスピに向かう。スービック湾沿岸での作戦活動と作戦活動の間にパーチは台湾の高尾市で中華民国軍の特別部隊と活動し、キールン市では陸軍特殊部隊と活動した。7月には南ベトナム沿岸でデッキハウスに作戦に参加する。 8月には再び水中破壊部隊による南ベトナム沿岸の偵察を数度行い、9月にはデッキハウス4作戦において5夜連続で水中破壊部隊を偵察のため上陸させた。1966年10月7日、パーチは新珠湾に向けて出港し、途中香港、タラオ、グアム、ミッドウェイ島に立ち寄った。1967年まで、 ハワイ海域で活動し、その後サンディエゴで海軍予備役兵の訓練艦任務に就く。1968年8月22日、パーチは LPSS-313 へ艦首変更された。1971年6月30日、パーチは 9th-313 へ艦首変更され、12月1日に退役、同日除籍された。 その後1973年1月15日にスクラップとして売却された。バーチは第二次世界大戦の戦考で4個の朝鮮戦争の戦考で1個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。